こんばんは皆さん。お、すごい、あきんどさんのハートになるんだ、ハート描かれるんだ、かわいい、良きですね。ありがとう、あきんどさん、クリミンさん、リップありがとう、ヨシさんリップありがとう、大地ハートありがとう。画面越しだとそこまでなの？え、まただ、かわいいありがとう、あきんどさん。もうなんかね、ちょっと思ったの、塗りながら、あ、ミスったなと思って、でもまあ、いっかで、適当に塗ったらこんなになっちゃった。そんなカスミンです、今日は。そんなカスミンをお送りしますヒロさん、かんすけさん、ももちゃん、リップありがとう、タイプ屋さん、手紙ありがとう、レター、手紙。なんかね、今日ね、お腹がね、激痛なんですよ。なんででしょう、わかんない、なんか最近お腹痛くなりがち、もしやもしや。これね、あ、そういえばこれリサ子とお揃いなんですよ。リサ子捨ててないかななんかさ、リサ子が1億人でバズるのさ、なんか一人一人にさ、メッセージ書いてるやつあったじゃん。あの時にさ、リサ子が自分のやつにさ、なんだっけ、あ、そう、お揃いの服捨てないでねって書いてたの。リサ子がな、捨ててないかなもう着ないからいいやとか言って捨ててそう。これお揃いです。リサ子ファンの方、ぜひぜひ。どうですか、これはシーンさんですよ、ちなみに。リサ子ファン、カスミンとリサ子ファンの方はぜひぜひ買ってください。これなんで書いてあるの、ハートビートディジネス分かんないです。ユナイテッドさん、リップありがとう、ゾウさん、手紙ありがとう、キさん、どう、いわゆる食べて、え、でもね、今日そんな食べてない、いや食べたか、今日レッスン、今日はレッスン行く前にママのなんかサンドイッチを食べて、手作りサンドイッチ、でもそんな食べてないよ、こんぐらいのやつを2切れぐらい食べて、でレッスン終わってパンを食べました、1個だけ、こんぐらいの。だからそんなに食べ過ぎっていうほど食べてはないはず、なんでだろうか、胃が悪いのかな、胃腸炎もしかして。軽く飲食しますね、帽子の時は。そうしてそしたらちょっとわかるかも。でもさ、なんかさ、思うの、どっちがいいんだろうって思うけどさ、ボサボサの時にね、気づかれた方がいいのか気づかれない方がいいのか、まあ、気づかれないのが一番なんだけど、でも気づかれて話しかけられた方がいいのか話しかけられない方がいいのかって思うのね。でも話しかけられなかったらなんかさ、不安じゃない、ちょっと何してたんだろうみたいな、大丈夫かなみたいなって思ったり思わなかったり、だから難しいっす秋田ハートありがとう、リサ子とお揃いとはエモいでしょ、ぜひぜひ買ってください買ってください、ぜひぜひ。今日はリエチ、今日リエチに会ったよ、今日リエチと何の話、あ、なんかあれ、なんて言ったらいいんだろう、ビー玉、ビー玉じゃないな、ビーズ、ビーズじゃない、なんかわかるかな、こういう丸い、あの、なんかさ、こう服とかについてるやつあるじゃん、それがここについてたのね。多分これリエチがレッスン着で配信したらわかると思うんだけど、レッスン着っていうか今日のその服のまま配信したらわかると思うんだけど、ついてたの。それをね、めっちゃもぎたくなってね、これめっちゃもぎたくなるってやってましたなんかもぎたくなっちゃうんだよね、そういうなんかついてるやつそういう癖です、頭おかしいんですよ。かすみやほい、明日で看護師終わる、しかも今週か、お疲れだ、じゃあ会えるのも楽しみに頑張って明日。ヤッシーさんハートありがとう、ユーニャンかわいい、ありがとう、ピピンさんリップありがとう、ダイチーベンライトありがとう、カスコがクマに追い、え、なんてなんてクマに追いつかれた、襲われてたらそっと隠れます。え、でもね、最近ね、ちょっとね、ちょっと怖いんですよね、最近ね、シミュレーションしてる、クマに会った時はどうするべきか。昨日、そう、昨
日もお休みだったんだっけ、忘れちゃったけど、昨日友達と遊びに行くっていうほど遊びに行ってはないんだけど、まあ、放課後にちらっとどっか行ったんですよ。でそれの帰るのが8時とかだったのね。8時とかに帰ってきて昨日で、その山でなんだっけ、そう、熊の糞が落ちてるから熊がいるので気をつけてくださいっていう観覧板が回ってたのを思い出したのね。だから昨日自転車で坂を登りながら、今もし熊出てきたらどうしようって考えたので、自転車で猛速球で逃げるって言っても坂じゃん。だからあんまさ、そんなハイスピードで登れないなと思って、しかも多分クマも速いから多分逃げたら殺されるなと思ったのだから、じゃあどうしたらいいの。でもその時スクバしか持ってなくて、スクバで戦う、でもスクバ柔らかいしなって言ったの。自転車で戦うは絶対無理だし、どうしよう、どうしたらいいんだろうっていうシミュレーションを頭の中でずっと考えながら坂を登ってました10分間ぐらいあるんだけど、坂10分15分ぐらい坂登るんだけど、自転車でそれを考えながらずっと遡ってたそんなことがあるんですよそれはもぎたくなるんでしょ、多分頭がおかしいんじゃなかった、よかった。あれなんか髪の毛出てきちゃった、あ、これなんか犬みたいになるよね、ほらこういう髪型悪くない、こういうやつシナモン、ほらこんな、自分マジヘアアレンジのひーちゃんの次にヘアアレンジできると思いますよ。嘘です、多分できないちょっと何今日頭おかしいわ、推しじゃないのね、こんなに見てごめんね、なんで、それはもう推しだからだと思うそれはもうカズミンのことを推そうと思ってるからだと思うよ。どうですか、ぜひぜひ推しに。回覧板で回ってたの、クマの糞が落ちてるのでクマがいるので気をつけてくださいみたいなのが、で回覧板で知るっていうね。でもね、あるあるだと思う、結構田舎あるあるだと思う。団地っていうか住宅街なんだけど、自分ずっとここの住宅街のことを団地って、多分マンションが連なってるのが団地なんだよね。でもさ、団地っていうの、そう、ずっとここの住宅街のことを団地団地って思ってて、ずっと団地団地団地って言ってたら、友達に団地じゃないじゃん、住宅街じゃんって言われたそれで初めて住宅街って知る。クマ、ああ見えて走るのバリ早い。いや、それな、本当にだってもう怖いもん、会ったことないけどね。スクバ、そう、スクバで倒そうと思ってた。ペダルを全力で、絶対無理だよ、だってクマって何キロで走るんだろうね、秒速。でも絶対さ、しかもまださ、平地ならさ逃げ切れる可能性あるけどさ、坂登るのってさ、電チャリでも結構さきつくない、そうでもないかな。だけどだからさ、絶対さ殺されちゃうよね、クマに先に。近所にクマさんが出るらしいですよ、怖いよ本当に。クマさんいるらしい。メタさん、ハートありがとう。広島も大阪もほんとちょっと北に行くだけ。大阪も出るんだ、あんなに都会なのに、びっくりぜひこの髪型シナモン似合うかな。みんな岡山何がいいと思う、岡山と徳島。髪型募集髪型決まんないので髪型募集します。いつもメイクさん困らせちゃう。どうしたらいいと思いますかって、どうしたらいいと思いますか、実はまだ決まってなくてって言って、いつも困らせちゃうから髪型先に募集します何がいいと思う、みんな髪型募集しちゃう。本当にもういつも困らせて、結局じゃあお任せでって言って、でそっからも美容師さん考えてるから、もう本当に困らせちゃう。美容師さんじゃないでした、メイクさんメイクさんを困らせちゃってるので、いつも。だからみんな募集します。メールとか、メールじゃないな、回覧板ですね。車で山道走ってて鹿出てきて焦った子、あー怖いね。
しかもさ、車って急に止まれないじゃん、引いちゃう。広島にもクマさんおるよ。カスミンの話のお家は団地、どういうことだよ。それって吠えてる。まあでもね、私の話多分オチがなくて面白くないけど、みんなはねこうやってショールームに来てちゃんと最後まで話聞いてくれるから大好き。速攻で木に登れば、猿じゃないから登れないよ。でもね、自分めっちゃ木登りしてた、ちっちゃい頃。家の近くにね公園があるんですよ。公園があって、でしかも山の公園だから、山の公園っていうか、まあ、山にある公園だから、家の近くだから、だから木がめっちゃ多いんですよ。もう公園のど真ん中に木、でっかい木生えてるみたいな。でこの公園の縁を木が囲ってるみたいな、わかるかなこれ、本当に。でそんなんだからめっちゃ木があるの。だからね、みんなで木登りとかしてた。で缶蹴りとかあるじゃん、よくちっちゃい頃やるよね、あるある。缶蹴りとか木の上だとあんまバレないの。でもだんだんみんなが木に隠れ出したら、一旦みんな木の上を見るのね。でも木って木がこうなっててすごいさ、暗くて影になったりしてるからあんまバレなくて、だからね木に登るのが裏技でした。でも大体みんな木にいるの、そしたら大体木にいるの。もうね大好きでした。でも缶蹴りとか懐かしいな、やりたいわ久しぶりに。かんすけさん、あきさん、ありがとう。浦部さんにありがとう。クマが出たら死んだふりは関西人の、それ聞くの本当に、そういえばだけど。浦部さん、バラありがとう。学校終わり、家まで坂あるけど頑張って、立ちこぎでこいでるギアの、きつい、頑張れ。立ちこぎきついよね、わかる。それ自分も電チャリ買ってもらうまでさ、ずっと立ちこぎ勢だった。立ちこぎ勢って、まあ途中で無理になって押すんですけど、だから辛いよね、わかるよ気持ち。クマさんヘア、クマさんヘアってこれ似合うか、私高めのツインテール、高め似合うかな、多分似合わないよ、なんかメイちゃんみたい。多分似合わない気がする。まあじゃあ募集したって、そっから考えようかな。そういやひーちゃんとかメンバーと話してるときは声のトーンめっちゃ上がるよね。声のトーン、大きさ、確かに声のトーンはね、ひーちゃんとかと話してるときの方が低い気がするけど、トーンっていうの、トーンって何。ちょっとわかんない、最近なんか自分がバカだと思い始めた。てか今日ね、ひーちゃんとサイモの話になったの。サイモ、絶対みんなどうだと思う。自分が一番最初にサイモって言った。でも多分私の記憶上ね、誰かがショールームのコメント欄でサイモの話を持ち出した気がするの。だから誰かがサイモって言ったんだと思って、この話したんだと思って私は話したのね。でそれを今日ひーちゃんに言われたの。カスミンが絶対一番最初に話したよみたいな。でも絶対違うと思って。どっちですか皆さん。多分全員3期の配信をよく見てる方は誰が話したか分かるはず。誰が一番最初っていう話をしたんだけど、まあ誰でもいいんですけど結局は。ヒロさん、レインボースターありがとう。50件以上にある住宅街を団地とも、あ、そうなんだ。じゃあ50件あるのかな、ないかな、わかんないな。クマも木登りできる、負けたじゃん。勝ち負けじゃないんだよね、生き残るかどうかが問題。たっくんさん、ハートじゃないや、バラありがとう。前座の時はカスミのペンレット、嬉しい、ありがとう。待ってる、木の上も、そう木の上もありだったな、確かに。リペン、そうだ、リペンもやるね。ちょっと今は、最近はちょっとやってなかったけど、やります。ただの猿の群れで、おい。やめなさい、女子を猿の群れとか言ったらダメだよ。自転車降りたら負けな気がするよね。いや本当にそうなんだよ、綺麗な二重。でも今日ね、ちょっとこっちの幅が広すぎて、なんか
自分日によって二重幅が変わるタイプなんですよね。どんな髪型でもあったら可愛いって言うかもな。いや言ってかもなじゃなくて言って。サイモン、なんかさサイモンの話、誰かさいつも見てくれてる人わかると思う絶対。サイモン、あの最もサイモンってひーちゃんが読んだっていう話。自分あれさほら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 、僕が団長から聞いていましたが、ほらほらほらこれだよ。なんかね、そう今日その話をして、で絶対自分が最初じゃないよって話をしたので、その時にひーたんが言ってたのね、今絶対姫だって言おうとしたでしょ、いや姫なんて熱で寝込んでたからって言ってたの。ほらやっぱひーたんじゃんほらひーたんじゃん。ほらこれみんな配信で言って、他の子のほらカスミンが一番初めじゃないよ、ヒータンが一番初めだよって、ヒータンとヒーちゃんの配信で絶対言ってください。これは本当にみんな伝承バトしてほらなんかカスミンが一番最初って結構ヒーちゃんに責められたけど、私じゃないですよ。責められたわけではないけど、ノリですよ、ノリで、いやカスミンが絶対一番最初だよってみんなに結構言われたけど、ほらねほらね、絶対違うと思った。ほら森末姫な、ちゃんと自覚を持ちましょうみんなサイモって一番最初に話し始めたのはヒータンだったよって、ヒーちゃんとヒータンルームで言ってください。ミヤッチリップありがとう。最近3期で配信をずっと見てるカスミンだけなんで、あ嬉しい、ヤシーさんカスミオツ、カスミオツ、カンスケさんレインボスありがとう。自分カスミンの目が、嘘マジ、自分目結構コンプレックスなんですけど、目をちょっと変えたい、変えたい変えたいです。友人に岡山の前座でパフォーマンスするカスミンの動画を撮ってもらうお願い。嬉しい、何それ、大好き、その友人も、友人の方も大好きだし、スーさんも大好き。あきんどさん愛ありがとう。団長が言ってたから、ほらやっぱ団長じゃん電車バトする配信を見てないんで、まあ確かにね、やっぱ引いたんだな。ひーくんさんこんばんは。ノーミョンだ、わかんないんだよね、自分も結構しばらく会ってなくてちょっとわかんない、多分大丈夫だと思うけど、周りメンバーに聞く限りは、今日も聞いたの、ゆうなに、ゆうなノーミョン大丈夫って元気してるって言ったら、うん大丈夫だと思うよって言ってたから、多分大丈夫だと思いますよ、わかんないんです私も。ノーミョン大丈夫なのかな。キッチンさんレインボースターありがとう。まあでも私ももう飲むまま民本かな、リーチカスミンしか見てないからではわかりませんありがとう、なんか多いけどそっか、そう多分大丈夫だと思うよ。加藤さんハートありがとう。今日は、あ、なんだっけな、今日はなんかの話をしようと思ったんだが忘れてしまった。最近忘れん坊、忘れん坊ってちょっと可愛く言っちゃった、こんなキャラじゃないのにちょっと忘れちゃう最近。タイムファイヤーさんレインボースターありがとう。今日ね、なんだっけな、団長体調悪そうにしてた日に話してたので忘れたのかも。あ、そういうこと、じゃあ許すしかないかじゃあ許すしかないけど、まあまあまあこれは引いたんだ、まあ引いたんだということで皆さん収集がつきました明日配信する？明日は配信すると思う。てか聞いてください皆さん、もう私毎日、最近毎日配信してるじゃないですか、まあ5日間ぐらいなんですけど、毎日の配信の継続チケットを初めて手に入れました。びっくり、なんか今日ねレッスンが9時までだと思ってたの、9時までだと思ってて、であやばい朝配信もできなかった、うわーと思ってたので、それで、まあ、今日でも9時までじゃなかったからよかったんだけど、
で、うわせっかく毎日配信終わっちゃうわと思ってて、で なんとなく毎日配信チケットを見たら1枚溜まってて、ついにと思った。初めて手に入れました、毎日配信チケットというもの。かすみ推しになったら4人の配信見に行くのは固定になるんだね。嬉しいよ、見に来てね、ずっと辞めるまで、私が辞める STU をいなくなるまで、ずっと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 見に来てください。あら、あざとキャラ、あざとキャラじゃないけどでも自分のキャラわかんない、結構素なんですこれ。ジュンマ、マイハさん、あ、マイハさんじゃない、マイケさん、ソラハさん、ニーテンゴキセイさんとカツミくらいしか見てないです。嬉しいよ、3期はじゃあカツミだけってことじゃん、イエイ。心拍さんこんばん、それはありがとう。ミンポンは5枚ぐらいも、ミンポンだってね毎日配信してるよね。あ、今なんだっけ、あまり毎日にこだわらなくても楽しく配信してくれれば、え、そう、楽しいんですよ。こだわってるわけではないんだけどね、なんかなんかなんかさ、ずっと毎日配信してたらさ、したくなってくる気持ちが湧いてきた。でも多分時間10時以降できないし、私は朝が苦手というあれがデメリットがあるので、いつかこの毎日配信まあでも明日は多分するかな、多分ですけど。かすこはハムスターとか飼いたいと思ってましたか。でもでも飼ってたわ、ちっちゃい頃飼ってて、でもハムスターって結構寿命が短いじゃないですか、悲しいことに。でだからもう結構割とすぐに亡くなっちゃって、なんで埋めました、埋葬して。だから飼ってた、めっちゃ可愛かった。でもこうやってここにね乗せてこうやってやってたでもね、ハリネズミが飼ってみたいと思ってたの、ずっと。なんか可愛くない、ハリネズミ。ママがね、もともとトリマーじゃないや、なんだっけ、あ、そう、ペットショップで働いてたの、トリマーの資格取って。だからもともとペットショップ店員だったから、なんかこう、なんだ、病気とかになっちゃって売れなくなっちゃった子とかをママが引き取ってたらしくて、それでなんかハリネズミとかもなんか飼ってたらしいの、売れなくなっちゃって。可愛いらしい、めっちゃ。もうなんかね、ちっちゃい頃から触ってたら、あの、針を立てないらしいですよ、皆さん。これはいい情報だと思うだから針を刺されたくない方はちっちゃい頃から飼うといいらしい。ショールーム毎日配信してないのか。いや、あのまあそうなんですよ、ちょっとこれはね、まあ義務はないですし、毎日配信しなきゃいけないっていう義務はないし、私10時以降できないのでちょっとあれなんですよ、難しいです、ごめんなさいそんなね、責めないで。このところ毎日配信してて偉いって同級生が褒めてたで。あ、嬉しい、ゆいなだ。そう、同級生ゆいなしかいないんだよ帰るの遅い身は不利。いや本当にあと2分、やばい。読もう、読みます。13位の方、ユーニャン、ありがとうございます。12位の方、ヒロさん、ありがとうございます。11位の方、ウラベさん、ありがとうございます。10位の方、タックン71さん、ありがとうございます。9位の方、チョラッペさん、ありがとうございます。8位の方、カンスケさん、ありがとうございます。7位の方、ユナイテッドさん、ありがとうございます。6位の方、クムネパパさん、ありがとうございます。5位の方、青木地さん、ありがとうございます。4位の方、ヤッシーさん、ありがとうございます。3位の方、ドンさん、ありがとうございます。2位の方、タイムファイヤーさん、ありがとうございます。そして1位の方は、ドゥル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 ル。アキンダさん、ありがとう、アキンダさん。アキンダさん、ありがとう。皆さんもありがとうございます。見ていただいて。もう終わるかな。じゃあ、カスママ、もずくとかも、あ、そう、もずく、
もずくとかも切れますよひーたんちのもずくん、もずくんも切れるよ多分ね、わかんないけどあんまりはい、もう終わりと思う。じゃあみんな今日も一日お疲れ様ですよ。家族も待って坊主になっちゃうけどいいの皆さん今日も一日お疲れ様です。明日も一日頑張ろう。明日は花金です。明後日は7周年ツアーなので楽しみにしてますよ。バイバーイ、おやすみ。お話し会再販中、ありがとう金田さん。お話し会再販中です。みんな買ってください。私は6月22日がおすすめ。